主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌追い分け江戸き、内藤新宿の復元模型。手前の道の分岐が新宿追い分け。画面奥が日本橋方面で、定時路で分岐して右に曲がるのが甲州街道。画面下に向けて直進するのが大梅街道である。日中追い分け。手前を右折するのが東海道。 左折するのが、伊勢街道。草津追い分右折するのが、東海道。直進し、旧草津川をくぐっているのが、現代の中仙道。歌川広重追い分は、道が二つに分かれる場所を指す言葉である。元は、牛馬を追い、分ける場所を意味したが、そこから、街道の分岐点も意味するようになり、甲州街道と大梅街道の分岐である、新宿追い分や中仙道と、 北国街道の分岐である、品の追い分など、各地に地名として残っている。また、そこから派生して、こうした地名を冠した、日本の民謡の一種の略称として用いられることも、ある。類義語、大義語としては、追い分と同様に分岐点を意味する、別れ、別れ、別れなどと表記される、道が合流する点という意味の、落ち合い、出会いがあり、こちらも、 各地の地名としてその名を残す。なお、台湾では、追い分け数や、追根という言葉を連想させ、特に、台中追い分けの隣駅が、成功駅ということもあり、追い分け成功と書かれた切符を求める人が多い。日本の民謡には、追い分けという曲が、各地にあり、その多くは、朗々と声を響かせて歌う歌である。著名なものに、餌し追い分けなどがある。もともとは、 品の追い分け付近で歌われていた孫歌が関東以北の各地を中心に広がったとされている。追い分けの音楽的特徴として、などが挙げられる。このため、難しい方に入る。小泉文夫は、日本音楽のこのような形式に注目し、追い分け形式と呼んだ。追い分け形式と対照的なのが、白雪感のはっきりした八木説形式である。ありがとうございます。